とにかく慎吾君障害児がひどく習えないし施設に入れないのかなって、あの子障害者なんですか？その辺私分かんないんだけど、障害かね、私その辺が分かんない、たくさんエアコンのリモコンの乾電池抜けば電気が消えると思ってるおじさんだからって。本当だよね、あったよね前ね、リモコン抜いたってね、頭おかしいね、だからね機械も全然ダメ、私の方がすごいよ、有名人ももうどうなってるか分かんない、もう壊れてると思う、全然だから、慎吾さんアスペルガーで、軽度だから障害者認定は難しい、あそうなんだ、ねえ、そうなんだ、もう私もねどうしていいか分かんなくなっちゃった、一緒に住んでる人が頼りがいないからね、どっちもね、私ももうね自分の体がねなんとかなれば私が全部やるんですけどね、自分の体が言うこと聞かなくなっちゃったからね、私もねどうしようもないんだよね、自分がきちんと生きられてきちんと歩ける人間なら私は何でもやりますよ、綺麗好きだから。トイレもねこの間言ったけど、こすらなくていいって言うんで綺麗になってまだやりますけど、あとはね洗面所、ブクブクって音がするから、ここに天然さんと機長さん来た時の、お勝手に使ったのがまだ余ってるからこれもやりたいと思う。でもやってもね、よせいさん体弱くなってるのが一番悔しいよねって。そうなんです、日記さん、それがなければ私困らないですよ、洗濯が家に木が家にいないからって。もう洗濯機ありますよ、壊れてないんですよ、ただね慎吾がスロットの玉を入れちゃって挟まってて脱水がうまくできない、でもね垂れるほどじゃないんです、使えば使えるんです、壊れてないです、ちゃんと回って洗ってくれてピッピッピッポーンって、音もします。ただその洗濯機で私がしてたんですけど、私には降りられなくなっちゃった、あそこの庭に。慎吾はそういうのをエモンかけにかけて干すのが分かんない、あの子はエモンかけに洗濯したものを干してかけるのが分からない、あの おじいもそう、エモンかけにかけて竿に刺すってことが分かんない、あの二人はダメ、男でも、ね、私はねいつも竿をきれいに拭いてね、ほこりがあるから、拭いて、ほいでエモンかけにきちんとねをしてね、あとはピッピッピッってシワを伸ばして、ほいでこうつるしました、だからワイシャツもそ、あのこれアイロンかけるすやなかったですよ、私ピッピッピッって引っ張る、ね、ちょっと脱水が弱めだからピーってやればね、あのワイシャツでもね履けなくて嫌いましたよ、私はみんな、あのやってました、洗濯だからね、壊れてるんじゃないんです、うちは、壊れてはいないですよ洗濯機、だから慎吾にはでもあの洗濯機は使えないんです、エモンかけかけてかけるってことが分かんない、男は洗濯物つるすだけでいいと思ってるよね、そうでしょうね、そうじゃないんだよね、私が洗ってる頃はみんなね、あのちゃんとね洗濯畳んできちんと所定のタンスに入れてました、今はそうじゃないです、コインランドリーで洗ってきて可燃ごみの袋に入れっぱなしでポーンと置いてあります、それを引っ張り出して見つけてね、そういうのが袋にきちんと収まらないで引っ張り出して、妖魔にみんな散らかって
要まあ掃除かけてなければ毛がくっつきますよ、せっかく洗ったもんが。もうね、シワ取りしないとね。そう、私シワ取りね、ちょっと弱めの脱水だからピッピッってやるとね、あれでワイシャツもねかける必要なかった。そうね、そうなん、ね、寒くなったね。ね、あのおじい何もわかんないから、わかんないから、どうせね、あれだよ、換気扇もつけてないと思う、多分ね、換気扇つけてないよ。ね、なんか日が陰ったから寒くなったね。私も暖房入れます。もうどうにもなんないね、うちもね。私もそう思う。自分がね、思ってても自分でできないからね。ね、どうしようもないね。何にもわかんないもん。ね、なんでこのお玉使ったんかなと思う。何にもわかってない、人生。もっとね、私が作ったさ、なんだっけ、ほら、おせち、お、あの、お雑煮、お雑煮のね、お玉だったら金だからすやないのに、なんでお雑煮のお玉使わないのかね。ね、ここにあるのに考えられないよ、私。なんでこっちを使ったのか。お雑煮の使えばいいんだ。ラーメンかなんか作ったんじゃない。お雑煮のなんで使わないんだろうね。ラーメンだったら大丈夫でしょ、お雑煮のお玉でも。なんでこっちのお玉使ったのかね。そういう機転が利かないのかね。私だったら機転利きますけどね、そのぐらいのことは。機転利かないね、この二人は全然。もう人生ね、ダメだよ、こういう人たちは。ほんと人生ダメ。何にも機転利かないですよね。すごいです、もうこういう人たちはダメですね、はっきり言ってね。よいしょ。なんかさ、なんかいろんなもんがあるね、人生。なんかこら、こら、木で作ったスプーンがあるね、変わってるね。いろんなもんがあるね。今私もね、お薬飲んでね、ちょっと寒くなったね、暖房入れないとね。私ちょっと寒くなった。私悩みがいっぱいだからね、はっきり言ってね、悩みだらけよ今ね。あんまり寒いからね、薬のお湯、あったかいの飲む。お腹壊しちゃうからね、これじゃね。お腹壊しちゃうよ。ありがとう、ありがとう。家だって揺れるってね、ね、壊れるってね。壊れるよね、風呂。ぽーちゃん大丈夫かって、ありがとう、ありがとう。障害の子を持つと大変ですってね、76だから早く対処してください、ありがとう、ね。今血圧飲みました。これから神経飲みます。強い神経のイライラね。そうだね、ピアちゃんね、家だって壊れるよね。
これ神経の病気ね。あとはね、血液増やすのね。ね、あの男何もできないから、はっきり言って何もできない、汚い男ですよ。だってお風呂直に入るからね、体ね普通流すでしょ、入る前こうに少し洗うよね、直に入っちゃいますよ。ほいでタオルを中に、湯船の中入れてタオルでこすってます。タオルは湯船に入れるもんじゃないですよね、そういうのね。精神安定剤は配信前に飲んだ方が良くないって。うん、そうなんだけどね、起きるんが遅いのよピアちゃん。そう、起きるんが遅い。昨日4時に寝た、4時。うん、寝られないんだよいくら寝ても。そう、ああ日記さん、次は人、気持ち考えてほしいよねって。次はいる人の、そうだね、まちょこちゃんこんにちは、ナイス押したからって、ありがとう、ありがとうね、まちょこちゃんありがとう。ここありがとう、ありがとうね、りゅうちゃん。障害があるのではおかしな行動をするのです。ああ、どらないでやってください。そうなんだ、ポーチャーいれば入れ替えせずに入る意味って。そうそうだよ、幾日も経ってるよ、もう前入ってから風呂掃除なんかしてないよね。これでタオル入れてこすってんだから、すごいよ。あ、前は有名人があって、今も有名人くっついてんだけど、もうどうなってるかわかんない。有名人はね、あの入ってもね、いつも一番風呂綺麗です。うん、もう有名人はね、もうどうなってるかわからない。私はお風呂見ないから、もう全然危ないから、滑ると。そう、夜は睡眠薬飲んでゆっくり寝ます。そう、夜昨日飲まなかった、だから寝ても寝られなかった。うん、そう、ありがとう。うん、ピアちゃんありがとうね。えっちゃん、何、うん、逆効果だって、怒るとって。そうなん、うん、カピちゃん今日は早い時間に寝られるかなって。うん、あの今日はゆっくり寝てるから、うん、起きたばっかりだよね。寒くなったね、日が陰ったからね。日が陰ったから寒くなったよね、寒いよ。うちの子もさ、どこ行ったのか知らねえけどね、あの子もどこ行ってるかわかんないよね。ニッキーさん、いいねをご好、ありがとう、ありがとう。ぼーちゃん使ってないのかな、有名人って。そう、もうどうなってるかわかんない。あれ使ってればね、綺麗だよ、いつも洗わなくても。でもね、1年にねかかるんで、お金が、ね、2万ぐらいかかる。あの取り替える部品がある、半年に1回。そう、1年で2万ぐらいかかる、手間賃も入れて。有名人はね、そう、便利だけどね、有名人。でも私はもうね、一生ね、あれに入ることないと思う。で、サービス行くからね。そう、ミキちゃん、慎吾さんいないんだよね、車ない。そろそろ日暮れですね。よせいさん、膝掛けはどうですかって、ありがとうね。足を押しさないようにってね。りゅうちゃん、しんごさん早く帰ってきてねってね。ピアちゃん、ラスト9分だよ、ありがとう、ありがとう。そうか、ありがとう、ありがとう。小林さん、こんにちは、こんにちは小林さん。あ、小林さん、いつもあり
かと、どこの小林さんだかわかんないけど、ここの小林さんとは違うみたいだな、うん、ありがとう。ありがとうね。疲れたな。自分のさ、自分のもんが分かんない人だからさ、自分で見つけようともしないんだよね、洗ってきたものをね。それじゃダメだよね。自分で見つけようともしないんじゃね。ありがとう。なこちゃん、ありがとう。よせさん、ナイスをしたよってありがとう。みーちゃん、おばあちゃんってありがとう、ありがとう。こちらこそありがとうってね。ピアちゃん、よせさん、トイレ大丈夫、うん、今んとこね、ありがとう。みーちゃん、こんにちはって、こんにちは。今度ね、あれ飲むね、なんだっけ、血液の薬、血が少ない、血が少ないね、リエちゃん、いいね、ニコ、ありがとう。54歳、ありがとうね、ありがとう、うん、みーちゃん、デイサービス行ってきたの、今日行かなかった、大事で行けなかった、うん、寝たの4時、4時ね、うん、4時寝た、うん、そうなんだって、そう、もうしょうがない、うん、ね、来週は行こうと思ってますね。もうね、本当に大事だった。昨日子供がね、ステーキ2回焼いたんだよ。おいで、ここ汚されちゃって片付けた、うん、そういう時もあるよって、ありがとう、ありがとう、そうなん、うん、あの子供がね、ステーキ2回焼いて、私苦労したんだ片付けに、うん、それから寝てね、ね、うん、だからね、寝る日で3時ごろ寝たのかな。おいで布団に入ったんだけど眠れないんだよ。なんでかなと思ったら、うん、薬飲んでなかった。おいでまた起きて薬飲んだ。おいで寝たら、うん、寝られた。そう、寝すぎるとこだった、うん、ももこ、ももこおまちゃん、ナイスしました、泣かないでねって、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。井口さん、ステーキ焼くと大事になります。そう、あの子散らかしっぱなし、もうね、食べてお腹いっぱいだと自分の部屋に行って寝ちゃいます。あの子はいつも、あ、片付けは全部私ですね。もう私もそこまでやっていられないね。そう、そうなのよ、うん、ね。ビアちゃん、デイに行く前の日はお弁当にしてってね、うん、妖精さん一人で配信しましょうね、うん、そうだね、うん、そうだね、うん、そうすればね、早く寝られるよね。そう、うん、ありがとう。なんか曇ってきたね、うん、みーちゃん、一緒に片付けてほしいよね。本当なんです、はい。ただね、うん、洗い物はやってもね、あと調味料いっぱい使うんです。いろんな調味料みんな置きっぱなし、ここにね、私杖がなくちゃ歩けないから、それをこうね、みんな片付ける。調味料、うん、調味料もいっぱい買ってあるよ。使わない、あるのがみんなね、期限が切れてるって使わない、あるのにめった買ってくる、いろんなもん、すごいよ、金遣い荒い、うん、うん、ね、うん、片付けなくても済むよ、ね、そうだね、お弁当食えばね、うん、はい、あ、行く前はね、そうすればね、うん、すぐ寝られるよね、うん、そうだったらいけるよね、ゴゴッとちゃん、
おばあちゃん疲れてるって、うん、まあ疲れてるは疲れてるけど、うん、あれだね、うん、なんて言うんだろう、あの睡眠はとってる、うん、で4時に寝ても起きたんが12時半ぐらいか1時ぐらいだったかな、うん、睡眠はとってる、そうね、うん、お疲れのようだねって、そういつも疲れてる私、うん、小林さん、よせさん頑張ってる、ありがとうありがとう、よせさんお疲れ様です、ありがとうね、ありがとう、ももこまちゃん、しんごくんのことかわいいって、まあ自分の子だからね、かわいくねえ子はいねえけど、今少ししっかりしてもらいたいね、しっかりね、そう、自分の子だからかわいくねえとは言わねえけど、今少ししっかりしてもらいたいね、私がいなくてもこの家を一人でやっていけるだけのね、あれが欲しいね、こんだけ無駄遣いしてたんじゃ落ち着かないよね、そう、どうに生きていくんか私わからないけど、私がいなくなった後は、ね、そう、小林さん、慎吾は可愛いよって、りえちゃん、睡眠大事だよって、大事だよ、眠れないと一日中イライラしちゃう、本当だよね、うん、それはある、うん、あります、確かに、うん、睡眠は大事、本当ですね、うん、あのおじいさんやってることしっちゃかめっちゃかね、ね、今鍋で使ってなんか煮たんだよ、それ食ってないんだよ、おいでね、缶チューハイね2本折ったってる、テーブルの上に、おいで買いって飲んでるね、ほんで今お風呂に入ってる、あ、しっちゃかめっちゃかじゃない、なんでさ食べないものをさ煮るわけ、最初普通は食べるから煮るんでしょ、おいさ食べてから風呂に入んないね、作ったもんそれっぱれだよ、何も食ってないよ、置きっぱなし、おいでお風呂に入ってます、頭おかしくないですかね、そうだったらお風呂入ってから作るべきじゃないですか、作ったものを置きっぱなしです、どういうんですかこれ、順序が違いますね、ね、うん、それでね、弁当買ってきたのよ1月1日、うん、牡蠣弁当、うん、ここにあるんですよ、これ食わないで新しく買ったもんばっかり食べてて、これ捨てるんでしょうかこのお弁当、1月1日です、うん、ね、うん、どうかしてません、やることが、うん、普通は買ってきた順に食べませんか、うん、すごいですよ、ここ牡蠣弁当全然もったいないねってね、見せましょうか、見せますよ、私嘘言わないですから、私嘘とね、坊主の頭言ったことないです、ね、嘘と坊主の頭は言ったことないです、599円だってね、もう食えないじゃない、これもう食えないんじゃない、捨てるしかないんじゃない、599円だって、ほら見て見て、うん、ほらね、ね、3日前のかきフライじゃないの、うん、弁当当たりそう、怖い、もう無理だろうなって、食べられないよってね、ね、599円だってね、うん、ほらね、怖いよって、無理やろってね、
こうやってね買ってきて置きっぱなし、もうね買ってきて新しいものをね食べてね、レンジンでチンしてね、中入れっぱなし、チンして入れっぱなし、ちょっと頭おかしいなと思うとこあるね。レンジで温めて中入れっぱなし、自分で温めたん覚えてないってことだよね。そうだよね、うまそうなのにもったいないってね、もう食えないと思う私はね。牡蠣とさ、卵のゆでたんと人参と、なんだっけ、こんにゃくとさ、しいたけとかいっぱい入ってるよね。ね、599円無駄がね。ね、これでね、あと買ってきたものを食べてます。上昇かもしれませんね。豪華なお弁当だ、本日のナイスしときました。ありがとう、まいちゃん、まいちゃんありがとう。上昇だよね。僕新しいの食べてね、レンジでチンしてね食べないんだよ。酒瓶飲んでておかしいよ、この人絶対おかしい、私おかしいと思う。悲しくなるね、人生ね、人生悲しいよ、私すごい悲しい。せめてさ、自分のことぐらいさ自分でやってもらいたいよね。ね、そう思うよね。何、悲しいよね。あ、小林さん、舞ちゃん、ナイスってありがとう、ありがとう。冬だけでお弁当を買ってきたら、冷蔵庫を入れておいた方が安全だよってね。そうですね、つらいね私、こういう人たちと生きてるのつらいよ私、ほんとつらい、辛いよ、ね、ありがとう。231名の閲覧の方、よろしかったらナイスよろしくお願いいたします。お願いいたしますね、ありがとうございます、ありがとう。あ、レモンドーさん、ありがとうございます。バーさん、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございますね、ありがとう、ありがとうございます。わーがー、ありがとう、ありがとうございますね、ありがとう。私ね、お風呂に入ったら見てくるからね、一回ね、そうじゃないと困るからね、そう、ちゃんとなってないと困るよね、わかんないから、ああいう人はちょっと見てくるよね、ありがとう、どうしようもない、もうね4時になると暗くなるからね、電気つけないとね。ハム太郎さん、今日はピエロ大ごとでしたね、そう昨日はね、風船ありがとう、ありがとうね、ありがとう。困るね、地方症じゃ困るよ私、もう面倒見きれないよ私、自分の体がやっとだもんね、小林さん、よせさん、長生きしてくださいって、ありがとう。大ごとお疲れ様ですって、ありがとう。加納さん、よせさん、こんにちは。牡蠣は当たると怖いから、
絶対に食べないで捨ててくださいね。そうだよね、怖いもんね。牛乳もね捨てる。1日の昨日飲んでね、牛乳ね、お腹がピーピーになっちゃった、うん、ね、あれは信号が買ってきた牛乳、あれもう飲まない方がいいね。あの人たちね、どか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 買っても賞味期限なんか見てないですからね、あの二人は。そう、私常に賞味期限は見てます。はいね、今年もまあまな板はなしでいきましょう。そうだよ、アリンコさん、ヨシエさん、大変だね、ありがとう、ありがとう、風船さん、こありがとうね、アリンコちゃん、ありがとう。七日のふわっちくん、明けましておめでとうって、ありがとう。リュウさん、ありがとう。リュウ、ありがとう。リュウ、ありがとうね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。妖精さん、自分のことあやらさんにやらせてんじゃないのって。そんなの普通じゃない。一緒に暮らしててお金よこさない人置いてやってんだよ。いや、できることやってもただを、じゃあキラキラさんがね、お金入れない、男の人置きます、あんた置きます、置きます、そのぐらいやってもらう当然じゃないですか。あなた起きます？お金も持ってきないで酒べ飲んで警察騒ぎするような男、あなた起きます？ね、置いたらそう言ってくださいね。薄いシートみたいなまな板ら良いですかってね、ゆうぽちゃん、よしえさん、ことよろってね、ああそう、惚れてるから置くんだ。じゃあキラキラさん受け取ってください。私は惚れてませんから、悪いけど。あなた連れ来てください。悪いですね、あなたにあげますよ、私必要ないですからね。そんな、あなた連れ来てください。悪いね、助かります。シアさん、普通は働かない男は家に入れないよ、家事だけやらせておいて。本当だよね、くださいだって。もあんたんちは住所教えてください、ね、住所教えてください、あいつに言いますからね。置くんだらね、どうぞ、私用はありませんから、惚れてませんから、悪いですけどね。リエちゃん、カキフライ、アンチだね、あきらきらアンチだよね。そう、あ、加納さんごめんね、レトロちゃん、キラキラ最初からアンチ、そうだよね、のりおちゃんごめんね、コメント消す、悪質ね。デカパンちゃん、ヨセさん追い出さないよねってね、いうか、いう出てがないんだよ。ゆぽちゃん、いい人差し指の指は違うよ、これ自分で買ったんだよ、冗談じゃない、これ。ゆぽちゃん、これね、自分で買った、3,000円、東京貿易センター、3,000円、買ってもらったことないです、これは自分で買いました。気に入ったのがあると私買いました。でももうこういうものは一切買いません。いらなくなったら困るでしょ。そうだよね、ミッキーさん、楽しく配信して楽しくコメントをしたいねって。キラキラのコメントではないね、消してるんだってね。そう、あ、本当だね、えっちゃん困るよねって、困る、困るよ、変な人がいたら困る。自分が具合が悪いんだから、洗ってきたものをね、自分で畳めないような男ね、酒飲んじゃ昼間からね、
大体によって酒飲んで警察に連れてかれるような男は普通の男にはありませんね。椎名ちゃん、よしえさん、ナイスをしに来たよ、ありがとう、ありがとう。あやとんぼさん、ナイスポチっていつもありがとう、ありがとうね。電気つけるね、電気つけるね。ありがとうございます、ありがとうね、ありがとう。よしえさん、男たちが助けなきゃって、そうでしょ、助けてくれないよ。慎吾とは、慎吾仕事行った、仕事じゃないよ、どこ行くかわかんない、出かけた、カズちゃん、慎吾仕事やるわけね。リエちゃん、アンチはめんどくさいねって、そうね、ほんと面倒だね、そうだね、すごいね。このうちさ、いろんな人がさ使うからね、すごいよ、油がみんな飛んでる、こういうとこ油だらけ、すごいね。私嫌なんだよね、お買って汚されるとね、普通じゃないからさ、お買って汚す人って普通じゃないよ。なに、デカパンちゃん愚痴言ってても何も変わらないよ、そりゃそうだよね、でも気にしちゃダメだよってね、ありがとう、ありがとうね。ハム太郎さん、タマちゃん滑っちゃうってね、笑う、あ、そうか、風船ありがとう、ありがとうね、風船ありがとう、ありがとうね、風船ありがとう、ありがとうございます皆さん、ありがとうね。220、あ、ハム太郎さん、ありがとうね、風船ありがとう。227名の閲覧の方、よろしかったら、よろしかったらナイス、よろしくお願いいたします、ありがとう。もうデーも終わったね、16時だからね、4時に終わる、普通だったらもう送ってもらったって感じね。ゆぽちゃんナイスって、ありがとう、ありがとう。パンとパパちゃんナイスポチって、ありがとうございます、ありがとうね、皆さんありがとう、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとう。ああ、いくらか増えてくるかな。じじいが出たよ。ゴル大福さん、初見ですって。ありがとう。初コメの方、よろしかったらナイス、よろしくお願いいたします。ありがとうございますね、ゴル大輔さん。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。そっちさ、ねえ、そっちさ、お風呂出たの？ちゃんとしてあるかさ。あー、雨が降りそう。弱ったな。
ここへ。あ、こっちだね、反対だ。こっち窓開けてある。窓。どの窓？お？向こうから入ってる。お風呂。入ってるよ。ゴミはあの毛は向こうだからね。ちょっと待って。もっとさ、厚い寝巻き着た方がいいと思うよ。これにあるから。半ズボンだぜそれ。何？あとここにあるんだよ寝巻き。いいから。用意した方がいいよ。そんな半ズボンなんか履いておかしくない。おかしいよね。もう何考えてるか。いいから。ほんでこっちに厚いや。あるんだよ。あ、取らなくていいよ。そんなことは神経つかないくれ。違うよ。パジャマだよ。薄い薄いから。神経はいいんだけどさ、ちゃんと窓開けてあるかなと思って。困るんだよね。いちいち見ないと。いろんなことを。ちょっと。
ね、ご丁寧に。あと、そう、こっちに下があるから、これ組んだが、ここ見たから、洗った中に。だから何もしないから分かんないんだよ、俺がしなきゃ。私、全部今見てるんだよ。だったらいいって言ったんだよ、お前。だから、ここにね、おなしがあるんだよ、揃ったんが。見ないからダメなんだよ、何も。私全部見てるんだから。でも暇がないんだよ、私には何も。ほら、ズロースだってここにいっぱいあったって、畳んでしまねえし、どっちもダメなんだよ、何もしないから。洗ってして、そのままだもん、洗ってない。ほら、これおっぷって、ほら、外でちょっと、これおっぷって、ほら、ほら、丈夫なとこでおっぷって、これ、私はおっぷれねえから、いいか、俺がやるか、しょうがねえな、ダメだな、もう、俺が動ければな、こんなことねえんだけど。もう何もできなくなっちゃったから。何のその下だよ、いいよ、俺がおっぷるから。それと組んでるんだよ、リボンが。これおっぷんなくちゃダメだよ、汚いから。信号が、
すぎで参っちゃうからよ。電気料が 2万2千いくらだから恐ろしいよ俺。みんな俺じゃ困るよ。俺だって俺も老人ホーム行く金がなくなったら困るからよ、はっきり言って。いやこれ履かねえんだ、夏のズボン履いて寝るんだ。変わってじゃあこれここお金で畳んだ方がいいよね。こっち置いといて俺が畳むよ。何もできない姿だね。構わねえよ。ちゃんとできてるん？ないな。お風呂。ああ窓開けた？ああ私見なくて大丈夫？いやいや。なんだってあんたちょっと地方症だと思うから、見てて行動が。食ったものは中入れっぱなしだし、ちょっと地方が進んでると思うよ、私見て。あんた地方車が進んでるよ、本当に怖いよ、はっきり言って。猫の餌ないかんね、買わないと。何くれるか知らねえけど、カンカンなんかあればいいけど、そういうの全然気にしてないから。私あんたが動いた後確認しないと心配なんだよね、何でも。